調査見て。ね。絶好調ですね。絶好調。今日はサンケイスポーツの、はい、ね、ギュンギュン川上梢とササピーフィッシング第4弾、ね、しかも撮影者すみれさんです。おはようございます。うーいえキャメラマンです。ね、まあすみれさんはプライベートでね。そうプライベートで、ね、ありがとうございます。ちょうどいたからちょうどいたから、ね、ちょうどいたから。そんな言うてもだってすみれさんめちゃくちゃ竿頭になってますからね。天山がね、ほんと見てる、うん、目の前で見てる竿頭。あれ本人はベラだもんね。ベラ祭り嫌だよ今日。いや今日ね、だってこれちょっと結果出してもらわないとね。ほんとちょっと今日は主催だから俺が主役だ。そうですね、言っちゃって。マジで言っちゃう。言っちゃう。今日今日は本当にズドンとねギュンギュン言っちゃうから。ギュンギュンね、それがね、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。ほんと足引っ張んなよ。おほほ言ってくれたね。というわけで、どこで何をやるかも言ってません。ちょっと言っちゃったね。言っちゃった、うん、言ってたっけ。ちょっと ヒントヒントってで言うか。あ、そうだよね、言っちゃったね。すみれさんが得意な、本日は茨城県の久慈港の超有丸さんで、うん、一つ手山だね。そうですね、うん、一つ手山だ。結構言ってるね。あ、前回もね。そう、前回のそのサンスポギュンギュンでね、はい、一つ手山だね、ね、大原でやったけど、はい、まあ、その時は、まあ、お釣りになりましたね、マダイちゃんの方も。いや、もう今日はね、それをね、あのお勉強して、いやいやいや、どんだけ上から見せるんだよ。どんだけ上から見せるんだよ。それくらいやってもいいですね。あ、うん、まあ、そんな感じで、とりあえずね、受付やって、受付時に、ここね、あの、はい、釣り先メニュー。あ、そうなんですね。そう。で、それで、しかも、あの予約順に、釣り座が決まってる。そんなシステムなんですか。そう、ありがたい。 そう、まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。了解です。はい、めちゃくちゃ楽しみ。じゃあそれでは茨城県久慈港超有丸さんで一つ手山台に一滴丸キュー。丸キュー、あれ、ど、全然キューじゃないけど丸キュー。キュンキュン。いるよ。よかったよ。
はい、でございます。サメでした。失礼しました。お騒がせしました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、疲れたね。今日はね、マダイちゃんのね、ご機嫌がよろしくなかったよ。みたいですね。まあでも、なんだかんだ言って、トップ、はい、スミレさん、あ、7枚。さすがですね、やっぱり。さすがだね、惜しかったな、俺もね。でも、追い上げ良かった。最後のデッドヒート。6枚です。はい、スミレさんは？私は追い上げなら突き放して7枚で。追いついたんだ。あとはでも花台もそう。ゲストもいっぱい釣ってたから。そうですよね、数的に。まあ一番楽しんだ。あれサメシャークハンターの人たち。シャークハンターじゃねえ。別に狙ってねえよ。めっちゃだってでっかいサメかけて、二人ともかけてたよ。ね。あれは楽しかった。楽しかった本当に。人騒がし。いやでも本当ドキドキしたでしょ。本当ドキドキした。来たって思ったでしょ。ちょっと来たと思った。ささっとでかしたと思ったでしょ。いやだけどね、あのドキドキ感は良かったね、うん、俺のドキドキ返せシャークシャーク、ね、この野郎シャークこの野郎ねなんとシャークこの野郎シャークこの野郎まあそんな感じで、はい、小杖さんのね超過がね気になるところですねもう動画見てるの分かるでしょもう動画見てるの分かるでしょ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 もう動画見てるの分かるでしょいや、だってカットされてるかもしれない。いやなんで唯一の超過カットすんの唯一の超過
ああ唯一の釣果ね。なんか竿頭取ったから。本当ね。今日はねあのお隣のお父さんとね楽しく釣りをプライベートだった。楽しそうだったね。本当。プライベートで楽しく釣りをさせて。ヤクルトまでいただいてね。いろいろねお菓子もらったりしました。お菓子ももらったの。まあ残念でしたけど、まあ勉強になりました、ね。前回ね。俺負けてる。そう、あの気持ちが分かっちゃった。分かった。このね、あの時のコズコズの気持ち、なんだこの優越感は。え？近づいてきた。近づいてきた。よかった。楽しかった。カック好きでやってる企画なんで、サンスポをねチェックしてってくれれば、あのプレゼント企画応募できる。はい。はい、このピンク2人が現れた時にプレゼント。そういうことです。サンキュースポーツの、ギュンギュン川上小杖とササピーフィッシング、ね、よろしくお願いします。でツイッターとかでもあの告知しますんでツイッターもチェックしてください。見逃しなく、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良いと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。チャオ。